はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ゆうこ様、じゅんや様、ゆみこ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎との裁判費用に充てさせていただきます。ところでですね、河野一族、中共の犬って書いて、河野太郎に訴えられてますけども、ネット探してもですね、私も訴えられたって人、見当たらないんですよね。もしかして、俺だけなの？なめくさりやがって。俺が、なんか訴えれば、慌てて俺がね、示談を申し込んでくるとか、そんな風に思ったんでしょうか。まあ、公開させてやりますよ。徹底的に騒いでね。天皇陛下、時期を見極めた上で、能登地震被災地を行幸されるご意向だそうであります。現地の状態次第ということになるだろうと宮内庁が言っておりました。ありがたいですね。出回る石、そんな金あるか。ですね、二次避難、旅館やホテルに二次避難は有料であるみたいな、デマを飛ばしたんですけれども、出回る石がですね、岸田総理、二次避難先は行政で手配しており、避難者の方にもご負担いただくことはありません。影響の大きいアカウントだから正しいとは限りません。皮肉言いますね。悪質な虚偽情報は決して許されません。東スポ、出回る石井のデマを念頭に置いたものと思われると。つまり出回る石井のデマが総理案件になってしまったという、そういうことですね。総理を釣ることに成功した。パヨ的にはお手柄じゃないの、石井。パヨ的にはさ、世の中を混乱させればさせるほど、手柄なんでしょう、パヨって。世論です。事実上の名指し、命に関わる悪質デマ、こういうのは野放しにせず厳罰にしてほしい。台湾みたいに災害時のデマ防止法作れよ。最高で死刑だぞ。へえ。コッパ芸人に発信力で負ける政府の広報能力も問題。デマある石、デマ投稿を未だに削除せず、プロフの写真が家っぽくてくさ。ああ、そうなんだ。誤ったら死ぬ病気だから。石井どころか、令和信者全員アウト。令和信者も、有料だなんて嘘っこ言ってんのかな。台湾のデマ罪は知りませんでした。しかも最高刑が死刑と聞いて、またびっくり。まあ、台湾はですね、日本とは違って、桁違い。日本のとは、桁違いに中国共産党に工作されてますから、人も金も投入されて、すごいスパイもうじゃうじゃいるんだろうしね。デマールさん、ノートもついた投稿を削除せず、他人のリツイートを連発してですね、流そうとしてるって、この、ね、ツイートを。削除は謝罪と同じで、謝ったら死ぬ病気のパヨらしいなぁ。なんでパヨが全員謝らないかっていうとですね、謝罪するとですね、つまり間違いを認めると、パヨ界での地位が下がるんだって。ミスをミスと認めず突っ走る方が、世間ではダメージなんだが、パヨ界ではそうではない。どんな嘘をついてもいい、デマを流してもいい、社会を混乱させられれば、親分の中共もですね、決して謝らないでしょうね。スイスのベルン大によればですね、パヨどもは、日頃から必死で嘘やデマを用いて社会を混乱させようとしている、のもですね、パヨ界での地位を上げるためのものなんだって。だから言ってもやめやしねえよって、それ間違ってるよって批判してもやめやしねえよって話なんですけど、頑張るとですね、パヨ活動を頑張るとですね、山口二郎みたく何億円も課金費もらえたり、朝日の上村みたいに女子大の教授になれたり、ご褒美があるんですよ。学術会議のメンバーになれたりね、パヨのご褒美。嘘とデマは、パヨ界では当然に使う道具というか、まあ、それしか戦う道具がないんですけれども、だから全然にならない、問題にならないですね。嘘ついてもデマ流しても、パヨ界においては。パヨ界に、裁かれることはない。普通の人に、バカだなって、間違ってるよな、嘘ついてるよなって軽蔑されるだけで。むしろですね、褒められて、パヨ界での地位が上がったんじゃねえの。出回る石井は。出回る出回る言ってると、私、訴えられっかな、石井に。なんか私、訴えたくなる顔でもしてるんでしょうか。岸田総理、輪島市の避難所視察、皆様の未来に向けて希望が持てるように努力する、など、お気持ち表明、なさっておられました。世論です。またふわふわしたこと言ってんな。
ポカーンやろな、ずれまくり、希望が持てない経済にした自民党が何言ってんだ、お前に絶望、20万貸し付けて希望を持てと言われましても、行動する気がない時に言うセリフじゃん、未来の希望より今日を生きるのに必死、やってる感出た、この人って言いっぱなしで具体的にどうするから決して言わないんだよね、かっこいいことを言ってあとは周りにぶん投げるだけ、口先だけなのバレてるから何言っても虚しい、虚しいだけこの愛ゆきっていうあの曲がありましたね、この曲ですね、なんともう17年も経っているっていう、リリースされてから時の流れは恐ろしいですね、17年経ってる粉雪、なんかこの曲なんか私の中ではおヤングの曲だな、最近の曲だななんて思っちゃうんですけど、17年も経ってるって恐ろしい、丸々したい丸々すべきそんなんばっか、でもこうやってですね、その場しのいで総理にまで上り詰めたんだから、あながち間違ってない処世術なのかな、激甚指定して1兆円用意しちゃって、今まで決まったこと言えばいいのに政治センスないね、これじゃ避難民さんたちもどうも不安になっちゃいますよね。昨夜台湾総統選が行われまして、民進党が勝利し一安心、国民党は中国、つまり日本における立憲みたいな立ち位置なんだって、中国共産党すげえ不満と声明発表、歴史上一度も選挙やったことがない国が他国の選挙結果に文句垂れてて、一同を爆笑の渦に、巻き込んでおりました。何言ってんの、選挙をやってから威張ったらってね、世論です。いろいろ工作してもこの結果、まあ半端ないからね。国民党の馬英九が習近平を信頼しろと言ってたけど、裏目に出たようだね。工作失敗。香港見てりゃ当たり前。香港へのやり方がひどすぎたからとは思ってないんだろうな。香港を天安門と同じ暴力でぶっ壊したから、そりゃ台湾人も警戒するに決まってる。親中派は、香港を見てたら自分たちもああなるって想像できないんだろうか。まあ中国共産党とお付き合いして利益を得ていたりなかすとそうでもないんだろうな。あと自分だけは別とか思ってんのよ、自分は特別ってね、まあそれでアリババのジャックマーとか粛清されちゃったんですけど、中共は香港の民主主義を抹殺したのが運の月と、民進党は台湾の主流のメインを代表できないとか言ってたみたいなんですけど、民意決めるのは選挙であってお前らじゃないんですけどね、中共じゃないんですけどね、歴史上一回も選挙やったことないからわかんないんでしょうね、理解できないんでしょうね、哀れだなぁ、近平が次も主席を務めるとその任期はですね2032年までだって、これ以上はちょっと年齢的に厳しいのかな。今回当選したですね頼清徳総統が通例通り、2期、務めるとやはり、2032年まで、それまでは手が出せない手詰まり感が漂う、日本とは桁違いの工作で中から崩すのは諦めてやっぱり侵略に走るかは要関心でありますね、フジテレビ報道番組内のテレップ、親中派を親中派新しい中親米派を新しい新米派と間違える痛恨のミス、新米美味しいですよね世論です、これは恥ずかしい、フジテレビは漢字が苦手、ハングルには漢字ないもんね、周りもそういう人ばっかで気がつかなかったんだろう、さすがは最低視聴率テレビ局と、いろんな人が目にいろんな何人もチェックするはずなんだ、テロップとか、それで誰も間に合ったんだから、まあそういう人ばっか、もう番組制作現場には日本人が一人もいないんでしょうねいないんでしょう、んで誰も気がつかずオンエアしちゃったと、まあいいや、テレビねえし、フジテレビに何の期待もしてないからね、ネットの声も氷のように冷ややかでしたよ、前は10年前はもうちょっと熱く、デモで抗議したろ、なんて皆さん立ち上がってましたけれども、最近はねもう冷ややかどうでもええわと、勝手にやってろ、一生やってろみたいな、そんなね、新しく韓国の外相に就任したチョ・テヨル、日本の民間企業も共に船に乗る気持ちで問題を解決する努力に参加してくれることを期待する、自称徴用工
への保証をですね、韓国政府傘下の財団が行うことを進めてるんですけど、日本企業もですね、自主的に寄付してくんないってことらしい。つまり寄付を強要。ヤグザガツン、ミカジメリオガツン、世論です。やかましい、泥船やないか。振り出しに戻そうとしてて草、またホワイト除外されたいのか。慰安婦詐欺もそうだけど、こいつら根本的におかしいわ。完全に解決済みで、今やってんのは韓国の国内問題だし、その船セオル号って書いてない。言い方が変わっただけでムンの時と、何も変わっていないと。しつこいなぁ。ガムシでいいですよねこれね。韓国でですね、めちゃくちゃ儲けてる企業でもですね、一社も金出しちゃダメだぞ。韓国さんに毎月毎月すげえ買ってもらってっから、ちょっと出しちゃおうかな、思っちゃダメだぞ。一社でも。それを根拠にですね、寄付の強要を始めるんだから。どこそこは出しても、出しましたよ。良心の呵責があるなら出しなさい、みたいな。日本政府はそういう企業が出ないように通達しとけ。一社も韓国のその財団に寄付しちゃダメだ。寄付したら各種許認可停止すっかんなって、脅しとけ。商売できなくすっかんなって、脅しとけって話ですね。2022年の対韓輸出額は7兆円を少し突破したぐらいした、でした。どういうことかっていうとですね、韓国がですね、日本の商品をですね、200億円分ぐらい、毎日毎日、せっせせっせと200億円分の商品買ってるっていう、ことですね。年間で7兆円っていう。韓国に言って儲けてる企業がいっぱいあるってことなんですよ。これら企業はですね、日韓議連とかに寄付してて、日韓になんかあると、まあ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 って、ここは一つ大人の対応でとか、言ってシャシャリ出てくんですよ。竹島がですね、いつまでも帰ってこない最大の原因って、思うな、私は。韓国政府がですね、日本に懇意してきたり、まあ、教科書問題とかですね、なんかあるために輸出入の関税を上げていけばいいんだよね。文句言ってきた。5% 上げます。輸出入ともに上げます。韓国に売ってる企業はですね、他の売り先探すしね、あとまあ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 の矛先が韓国政府に向くでしょ。余計な抗議すんじゃねえよって日本政府に言って、なっからそういうふうにした方がいいと思うな、私。今日のその他のニュース、清和会幹部不起訴について、小沢一郎、巨悪こそ眠る国、自民党には甘く、国民には厳しく、今やそんな国まで成り下がった後進国。皆が目を覚まさないと、この国に明るい未来はない。西松建設から20億円せしめた疑惑のお前が言うなの大合唱でありました。巨悪ってお前のことだろ。このぐらい面の皮が厚くないと、小沢一郎はやってられませんね。81歳だっちゅうから、高齢化によるただの健忘症かもしれない。自分がしでかした、こと。自分の過去を忘れてんのかもしれない。山本太郎。フェリーなら車両と人を移送できる。政府に強く働きかけていく。防衛省、もうとっくにやってます。赤恥書くが本人たちは全然平気。こんなんでも令和信者はですね、山本さんが言ったから実現したとか、脳内で変換されるんでしょうかね。横浜市の人口376万9220人。3年連続で減少。去年より1万人ばかし減っちゃったそうであります。横浜ほどの都市でも、ダメかー。本気でですね、人口6000万人の国家を覚悟した方がいいかもしんないですね。間違ってもですね、外国人入れたろって考えんね、自民党な。世間報道のスピードワゴン小沢、無期限活動中止の発表。相方のですね、糸田は、活動継続するって。爪の規約もですね、ツイッターの規約も増える一方で、世間のっていうか世界のホワイト化が止まりませんね、これね。昭和だったら許されたんだろうけど、おおらかな時代ってことで。中国経済絶賛崩壊中。東証の取引額が上海市場を抜いてですね、久しぶりにアジア1位の市場に返り咲きました。失業率は発表しないことで事なきを、得ていますが、まあ得てないんですけど、こういうとこでバレるんだよね。取引相手がいる数字は、いくら隠蔽一筋74年の
中国共産党でもですね、完全隠蔽できないですもんね。埋めれないし。25歳から39歳男女単身の博報堂調査、一人でいる方が好き 56.3% で過半数超え。ちなみに30年前、1993年は 43.5% でした。一人世帯率は 38% で過去最高。サザエさんみたいな大家族スタイル、三世代スタイルは過去のものになったかな。年取ってはですね、自分の子供に威張らなきゃ、同居の方がいろいろと得なんですけどね、光熱費も家賃も、まあ、介護の心配とかもね、まあ、時代の流れですかね、いうことで。私、個室以外だったら、サザエさんで婿取りの方が、って思うんだよね。女性がどうしても家の中にいる時間長いんだから、自分の親だったら、気心知れてるし、ね、そう思わない？でさ、介護なんかもさ、旦那の親の介護とか、気が進む。それだったら自分の親の介護の方が、まあ、しゃあないなって思えるじゃないですか。まあ、いろいろ考えると、大家族っていうか、まあね、年取ってから、老いては子に従えをできない人は無理なんですけれども、まあ、いろいろね、得は得なんですよ。一人世帯よりも。なんて一人世帯の私が言っても説得力ないか。メール当院さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。